こんにちは、バチャピです。ピアノトリオなどでテーマやアドリブを弾くときの左手をマスターするための練習法です。今回はオルタードテンションを覚えましょう。ジャズピアノを演奏するときは右手でテーマやアドリブを弾き、左手でバッキングをするというのが一般的です。このように左手が時々入るだけでハーモニーとグルーヴ感を同時に加えることができます。今回は理論やリズムについては詳しく解説はしませんが、こちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。では早速、左手のバッキングを覚えるためのフレーズを紹介しましょう。今回はオルタードテンションが入った5をマスターしましょう。ナチュラルテンションが入った5をマスターするための動画は、概要欄にリンクを貼っておきます。このようなフレーズで覚えていきましょう。右手は2-5 の代表的なフレーズになっています。楽器を問わず使える定番フレーズなので、ぜひついでに覚えてしまいましょう。今回もサークルオブフィフスに沿って時計回りに進行していきます。まず Dm7、G7、Cm7 と2-5-1を弾きます。そして Cm7 から同じルートの C7 に進行し、そこからドミナントモーションで Fm7 に進行します。その Fm7 をまた新たな2と考え、そこから2-5-1を作り、つなげていきます。Dm7、G7 から始まるパターン。Gm7、C7 から始まるパターン。Cm7、F7 から始まるパターンの3種類で全ての2-5-1がマスターできます。練習用の譜面にはテンションは表記しませんが、ここで説明しておきましょう。2と1にはナインスが入っています。そして5にはフラットナインス、フラットサーティンス、1-7にはフラットナインスというオルタードテンションを付加しています。リズムのポイントは5、1-7、そして3小節目からの2が半拍前から入ってきているということです。1-7だけは少し長めの音階になっています。そして1小節目だけは左手が頭から入ってきます。それでは実際に見ていきましょう。カラオケ音源と MIDI データをブログに貼ってあります。概要欄のリンクよりご自由にダウンロードしてお使いください。まずは Dm7、G7 から始まるパターンです。Gm7、C7 から始まるパターン、Cm7、F7 から始まるパターンはブログに貼っておきますので、概要欄のリンクよりご覧ください。オルタードテンションは最初とっつきにくいかもしれませんが、指で覚えてしまえばそれほど難しくはありません。しかし、そうなるためには覚えるまで何度も弾くしかありません。ぜひ繰り返し弾いてみてください。いつの間にかコードネームを見た途端弾けるようになっていることでしょう。